はい、どうも、ドクターストレージキネマラブのお時間です。はい、今回も、リモートでやらせていただいております、はい、作曲家の片山とつゆきです。はい、よろしくお願いします。はい、今回もちょっと映画館がまだ、復活しておりませんので、こういう形でまたやらせていただいております、はい。そして今回はですね、2人の映画のルーツ、まあ僕らを司るものが、最初どんな作品だったのかということをちょっと、お話しさせていただこうかなと思いまして、はい、1人ちょっと1作品ずつ紹介させていただきます。はい、はい、では早速なんですけれどもね、じゃあ僕から、はい、お願いします、片山さん。僕がね、最初の、まあ、いわゆるルーツを考えたのがですね、うん、やっぱり、まあ、3歳か4歳ぐらいの時に、はい、テレビで見た、ジュラシックパークなんですよね。ね。はい、もうジュラシックパークという作品で。すごかったもんね。もう素晴らしい作品で、はい、エンタメ要素もう全増しで、はい、もうそして心をもうわしづかみにする恐竜、うん、もう小さな男の子から大きな男の子までみんなが大好きな恐竜というあの題材をね、もう完璧に扱ったのがもうあの作品だったんですよね。それで、まあ何ですかね、僕もやっぱりティラノサウルスも大好きだったんで、うん、あれがね出てくるシーンだったりとかよく考えたら、まあ、もう今でもあの初めて見た時の衝撃感動は忘れられないっていうのは、うん、今見てもすごいから、今見てもほんまに、うん、すごいんですよ、映像的にも。すごい。まあ、今はもうね、ジュラシックワールドだったりとかね、もうだいぶ最先端もっとなって、うん、ちょっと慣れてきちゃってますね。ね。そう、慣れてきちゃってるんですけれども、うん、やっぱりワンは、慣れてもやっぱりすごいなって思いましたよ。やっぱり本当今片山さん言ったように、T-Rex 出てくるとこ、うん、ね、あれはすごいよ。本当に、地響きを、こうコップの水がゾシンで揺れる、うん、波紋がね、波紋がすごいんですよ ね。何かがやってくるってあの演出の仕方、うん、でそこで僕のまあね、僕がそのこうやって音楽をずっとやってるね、うん、ルーツとしてもあるんですけれども、はい、ジュラシックパークに使われてるまあ曲、うんとかね、作ってる方の作曲されてる方の名前があのジョン・ウィリアムスっていう、はい、もう言わずと知れた、はい、大先生的な世界的なもう音楽家なんです。もう現代のベートーベンと言われるぐらいの、はい、うん、本当に素晴らしい作曲家なんですけれども、まああの人の作品があったからこう音楽っていいなっていう、音楽をやりたいなっていうのがあって、うん、こうまあ僕もこう、うん、映画、まあ、昔はね、映画監督になりたいとか言ってたんですけれども。お、そんなことも言ってた。そうそう、言ってました。最初は映画監督になりたかったんですけど、小学生卒業するあたりにはもう音楽の方向に行っちゃってたんで、うん、多分音楽が好きやったんでしょうね。で、音楽に携わるようなことをさせていただいて、で、やっぱりジョン・ウィリアムスの曲って、ずっと僕が3歳から、こうやって今、大人になった今でも、ずっとあるんですよ。それは古い作品だけじゃなくて、新しくできていく作品に常にどっかに絶対いるし、ジョン・ウィリアムスが作った曲やなって、多分クレジット見なくても、ね、クレジット見なくても分かるぐらいのやっぱり曲を作ってくるんですよ。分かる。クラプトンのギターぐらい分かるよね。そうそう、エリック・クラプトンのギターぐらい分かるんですよ、マジで。ね、本当にそうなんですよ。うん、分かる分かる。だから、こう僕のルーツは映画だけじゃなくて、こう音楽的な部分もやっぱり最初のジュラシックパークで、まあ、スピルバーグの映画から始まって、うん、そしてその音楽がジョン・ウィリアムスから始まっての、はい、ずっとこう積み重なっての今っていう感じで、ね。なるほど。僕もだから自分のお金で買った LP、まあ、当時 LP、アナログ版、スター・ウォーズのやっぱり、サントラとかあれ買ったし、あとジョーズも買ったし、そうですね、ジョーズね、もちろんレイダース、インディ・ジョーズですね、インディ・ジョーズ、魔球の伝説も買ったし、大抵持ってたんだよ、そしたら。そうですね、スーパーマン、僕らがだってそう、スーパーマンって僕らが知ってる映画の、うん、メジャーな映画って結構すごい数ですよ、ね、だって今年か去年か2019年なり、まあほぼ今年ですけど、うん、スター・ウォーズ最後のやつも、うんうん、アカデミー賞まだノミネートされるのこの人っていうぐらいの、そうだよね。そうだよね。そうですね。本当に。スカイウォーカーの夜明けね。そう。やっぱりどの場所行ってもいるんですよね、ジョニーはさ、うん。だから僕のルーツは、このスティーブン・スピルバーグのこのジュラシック・パークかなと。はい。映画好きと音楽を始めたっていう理由からして、
ですよね、はい、僕もだから本当ジュラシックパークはちっちゃい子っていうか当時ね塾でバイトしてたんですけど、そこの塾生たち映画館がなかったんで、その近くにね、はいはい、でそれロードショーなって、これは見せにあかんなと思って、ああああああ無理から連れて行きましたもん、車乗せて。すごいっすね、その乗せて行くっていうのは、うん、そう、ただね、やっぱ連れてってよかった、めっちゃ喜んでくれて大興奮だ。当時あの子たちは中学生かですね、中学生で、めっちゃいい先生や、俺はいいことしたなと思うな。ほんま思いますよ、うん、と思いました。すげえ先生やと思う。下手したら親御さんから何連れて行ってるんですか。あ、それはね、あの事前にね、あ、言ってんすか。うん、連れて行きたいね。すごいですね。言って、で、あの、そうそう、なかなかな行動力っすね、そう思って。いやいや、もうこれやってて見せてあげないとちょっとかわいそうやと思って、映画館で、まあ、映画館で見ない、あれは映画館で見なあかん映画ね。そう、そんなことしてましたけど、まあ、最初で最後でしたけどね、そういうのは。いや、まあでもなかなかね、うん、そういうだ、それぐらいの映画だったんですよね、あれね。ほんまにそうですね、エポックメイキングな、はい、いや、あれはよかった。まあ僕の、まあ、ルーツはこの映画ということで、